どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きをやっていきましょう。カーブ一本で、バッターを切り切り前させていきたいと思います。何度も言ってるなこのセリフ。まあいいや、とりあえず変化球で上げていきましょう。そろそろ本当にカーブマックスにする勢いで上げていきたいんでね、頑張っていきたいと思います。お、満塁ホームラン打たれた。マジかー、ミスターインパーフェクト。これはおそらくだけど、やっぱりそもそも完璧ってどういうことだっていう、この流れでいいはずなんですよね、きっとは。うん、まあわかんねえけど。うん、オッケーオッケー。精神ポイント上がった。大事ですからね、精神ポイント。さあ、ちょっとここで新しい変化球。あ、増える。よっしゃ。カーブ。1段階アップ。あと2つ、頑張りましょう。140キロ、ならない。惜しい。スタミナもな、スタミナの上で言ったらなんか勝手に上がるっていうか、この、あ、あった。あ、大西。今、いや、やめとこう。使うかな、スキル。スキルの、あ、でもな、故障率 0% でやる気は、可能性としてはまだ、でもまさ、4月、使っちゃえ !2 回、もう、うん、いやいや、もう1回まだ使う可能、時あるだろ、いずれ。スタミナアップ。かつ、大西から何かコツを教えてほしい。どうだ ?7 アップ、おっしゃ、いいね。さ、スタミナ限界まで。筋力、あー、普通のか。まあ今、よっしゃ。さ、どうだ、お、いいね。地面評価。いいやつとか持ってるからよかったです。さあ、休んで。きたー、体力満タンではないか。ほぼ満タン。よっしゃ。日頃の努力。ええんすねー。本気の演技でぶつかれよ。そうだよ、そうだよ。お、マスター。あ、対強打者。いいじゃん。これでかいね。で、練習。あ、変化球。コントロール。どっちにしよっかな。コントスカウトがいるからな。コントロールにしたいところはありますけど、変化球上げたいね。変化球でいきましょう。よいしょ。とりあえず、うん、ひたすらちょっと頭を変化球マックスにする。そういう気は。あ、看病、彼女がいればなーって本当だよね。練習、コントロール。で、大西から何かコツを教えてもらいましょう。何を得られるかわからないけどね。よっしゃよっしゃ。さあ、スタミナ、能力アップ。あー、基礎能力ね。まあ今いいや。スタミナでしょうね。おそらくこれを使うってあれば。さあ、何がいいかなということで、意外と俺は、ぐぬぬぬぬぬぬ。俺ね、犬好きなんですよ、結構。うん。見る目がない、言われちゃったよ。まあ、あんま関係はないんだけどね。いろいろ、まあ、犬も猫も当然好きですよ、どれも。あ、超スローボール欲しいけどいらない。140キロ、OK、これで満足。で、あとは、休みましょう。うい、休憩。OK、よっしゃ、乗った。で、体が重い。マッサージ。うまくいくかな。どうだ、あ、動かなく。よしよしよし、体力回復。満タンです。さあ、そして練習。誰かいるかなと思ったところに誰もいないんですよね、これがまた。どうしよう。迷うなー、これは。格の、何をしようか。全員練習かな、困った時は。結構体力使うんですよね、その代わり。まあ今や。お、競いが見てる。さあどうだ。課金、お、いいね。お、そうそう。やった、よかった。いい評価もらってよかったよ。見えないしない。鈴本に聞いてみよう。そう、聞いてみるんだよ、こういうのはね。直接本人に。そして、剣道で、ジロジロ見てる。お、サメになってる。どこが違う。ほー、伸びてきた。これがコツ。なんだろう。これから、学んでいくことになるでしょうね。おっと、すごいぞ、これは。まあ、スタミナが、変化球かな。怪我かよ。おいおいおい、迷わせて、そりゃないぜ。マジか、これ結構怪我すんな、今回。まあ、大した怪我じゃない。マジかー。やべえな、ちょっと、結構怪我しやすくなってる。どれから手つく？大東の資料見てみよう、今度は。スコアブック見てみようか。うん。良かった時に悪かったら突き止め、なるほどね。ランナー一人出してない。完璧な長すぎ。5失点。あららら。ら、あ、実績点。ん？わ、失敗体験ばかり思い出してる。あ、スコアブック見直すやめ。あー、ダメ？逃げ球。あんまちょっとでもな、少しコツだったらちょっと足りないんですよね。どうしよう。ちょっとコントロール上げておきましょう。困った時のコントロールみたいな感じで。どうだ、キレ丸。あ、キレのある変化球はありがたいですね。コントロール強化、ラッキー。ダンス動画、カメラ、ドーン。これは、よし、撮ろうと。こう、好印象なことを言っておきましょう、どんどん。マストこれ撮るぜ。完璧、いいじゃない。夏、サマーです。サマーバケーション。そして、夏休みだ、それは間違えた。さあ、どうだ、あ、すげえな、変化球。変化球、結構な技術ポイントが溜まりましたね。C にしときますか、じゃあ。あ、特殊能力、ゲット、何か、キレ丸ゲットしときましょうか。で、とりあえずこれ、あ、勝ち運か。まあいいや。
まだいいや、いずれ手に入るさ。で、ちょっと回復。オーケー、よし。バシ、よ、おいいね、マイペース、マイペース。これで、この場合は、あ、これ使って、今までは、じゃこれ、昨日とは別の方法で考える。これでいきましょう。うん。真っ向勝負。脱三振。なるほど、いいじゃん。どれが正しいのか難しいところありますからね。人それぞれっていうところが、やっぱり。どうしようかな。スタミナ上げときましょう。うん。スタミナでちょっととりあえず、4、よっしゃよっしゃ。これでスタミナが C かな、きっと。タフなメンタル聞いてみる。強心臓。シチュエーション、打席に立て。うん。サインを出すから、それで、選んでみると。選べってか、読んでみろ。なかなか難しいとこあるよね。さあ、もう一セット。肩に違和感がある。医務室へ連れて行った方がいいよ、これは。さすがに。肩はよく危ないからね。うん、すごく気になる。でも考えてたら、なんか、大西と、誰だっけ？あれ？いや、大西と山口が一緒にいるって、なんか、イメージがなんか面白いっすわ。そんな感じに思えちゃう。CC だね、今のところ。あとは変化球だよね。上げとくにしても、ちょっとこれは体力的に厳しいんですよね。角で全員練習でもするか。全員練習。オッケー。結構体力使った。ダンス2回目取るぜ。投球フォームを取る。取るよ。頑張れ、頑張れ。さあ、どうだ。いい感じで取れてる。変化球の、これがいずれいいことが、なんかすごい展開になるんでしょうね。実力磨くのみ。もちろん頑張らせ。さあ、休む。あー、ダメだ。やっぱり、やる気が上がんないですね、なかなか。つくづくなんかうまくいかないな。なんか、得意練習に来てくれないと言いますか。もうちょっと、いや、それでも変化球やっとこう。変化球練習。うん。もうあとは変化球上げるだけですから。竹刀が伸びてきた。見えない竹刀。どうやったら伸びるように。竹刀、真剣に剣道してみよう。それできっと何かあるはず。伸びてきた。正しい構え。見えづらくって。おー、ということは？頭で考える。さあ、いや、うん？はい、失礼しました。ちょっと少し、リロードというか、再起動してきました。やっていきましょう。続きです。さあ、どうしよう。変化球来た。大東、大東から教えてもらおうか。31% 気がしませんように、ゴー！来たか、どうだ？オッケー、行ったはず。よっしゃ。危なかったよ。今日もいい調子で頑張ってます。さあ、スクリューじゃない。カーブが欲しいんだ、俺は。変化球強化。まあ、いや、よっしゃよっしゃ。お、水木ちゃん、早く上がれ。最後のチャンス。私頑張るんだよ。頑張れ。俺も応援するぜ。ということで、冗談だよ。冗談ではないけどね。赤くなって。絶好調。よっしゃ。で、調子安定。調子安定が毎回手に入るのありがたいっていうところでしょうかね。変化球。カーブ。ちょっと足りない。まだ足りない。もっと必要ですね。コントロール今むやみに買っちゃうのもちょっとやっぱ、後で変化球手に入れる上でちょっと邪魔になるのは嫌ですから、休んでいきましょう。お、来たか。あ、全然休めない。マジか。休んだけだったらしっかり休みたかったですね、できれば。うわぁ、また誰も来てくれない。これは難しいな。じゃあ、もっか、いや、ここはちょっとメンタルでもやっとくか。とりあえず。よっしゃ、とりあえず体力回復、少しだけ。お、肩のいい、おどうだ、診察のなんかおかしかった。あ、強心が残った。マジか、怪我になるタイプ辛かった。それなら、肩以外、そう、肩以外を鍛えてみる。逆にね、一理ある、その通り、頑張ってみようぜ。どうだ。あ、あんま変わんなかった。お、来た！スタミナ。お、これは変化球を覚えるしかねえだろ！来い！新しい変化球 !65! でかい！これは覚えただろう、新しく。新しい変化球じゃなくて。さあ、骨伝授。来い、変化球。基礎能力。スライダーじゃない！違う、そうじゃない！まあいいや。やる気下がっちゃった。とりあえず能力アップ。で、これでスライダー。スライダーを覚えたい！すごくスライダーを覚えたいけど、我慢。変化球6。よし。で、すごいなんか基礎能力上がってきたけど、まあとりあえずまだ保留でいいでしょう。というわけで、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあねん。